はい、お願いします。いや、お着物お二人ともね、どうでしたけれども、本当にお綺麗なお二人でございますね。最後にお願いします。はい、ようこそお越しくださいました。ウーマンオブザストームに輝きました日本エレクテル連合のお二人でございます。信じられないかもしれませんが、私が、細貝をやっております中野です。私が明美ちゃんをやっております橋本です。ようこそお越しくださいました。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。あの、素敵な艶やかなお着物ですね。普段着でございます。あ、普段なんですね。やっぱりあの、ちょっとお着物になるとまたまたこう大和なでしこのおしとやかな女性になっていくって感じですか。そうですね、ちょっと素が出てしまいました。着物でもダメよダメよ、ちょっと色っぽくなりましたね。はい、おめでとうございます。じゃあ橋本さんにもどうぞ。日本エレクテル連合のお二人にはですね、大変あの今年1年間笑いっぱなしにさせていただきまして、ですね、もううちの息子ももう笑いっぱなしで、はい、息子小学校の間でも旋風を、そちらの息子様ではございません。すみません、ちょっとあらやだ、恥ずかしいわよそれ。笑ってくださって、はい、嬉しい、はい、もう小学生の間でも本当に人気者で、今年はハッピーな気持ちにさせていただきまして、どうも光栄でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりお綺麗だなと。あのね、多分この白とこのシワとこういうイメアテープとか取るとすごいギャップが生まれるんだろうなと思って、あの色がまず違いますから、そこですごい家で見るとあ、下の上と中の下だなっていうのが分かりますね。中の下、はい、でも週刊誌とかですごい美人だっていうふうに書かれてる、ですからね、この落差なんですね。ギャップです、はいはい。でもやっぱりこうたくさん芸能界で素敵な方とか見ていて、口説かれたりとかそういうことはないですか？もう私生活はあけみちゃんのようにはいきませんね。もう全く何の音もしません。全くない。本当にない。本当に本当にない。本当にない。誰がこういうことをやってる人をこうね、あの、誘ってくれるのかなって思うんで、あと、まあ、ここでできてるって思ってるんで、うちの社長ですら思ってるんで、その疑惑はどうなんですか？疑惑はね、あの、全くそういったものは、もう粘膜とかそういったものでは一切つながってないっていうのはずっと言ってるんですけども、社長はね、信じてくださらなくて。